村ビータ4コーナーから直線に向かいます。3番手は外から追い上げる12番マリノルージュ、1番外16番のサノドリッチ、あと5番手グループからはヨッコさん以下200を切って坂を登ってくる。14番セリエルが抜けました。2頭2馬身3馬身広げて残り100を迎えます。2番手は12番マリノルージュ、16番サノドリッチ、この2頭が競り合って2着争いを演じている。先頭は14番セリエル、ゴリ216番サノノビッチが優勢、12番マリノルージュと2着争い。から直線に向いた14番ミツカネトーラスをめぐって2番手狭いところから11番グアラニア、外からはユイの呼吸ビアンケット、1番外は6番の鎌倉バック200を切りました。粘っているミツカネトーラスを捉えるか、15番ユイの呼吸間11番グアラニア、3頭の競り合いに1番外から追い込んできた6番の鎌倉バックが追い込んでくる。さあ前2頭並んだ、前2頭並んでゴール、15番ユイの呼吸11番グアラニア。4番手直線に入って5番手は離れました。先頭1番ベルウッドワン振り切りにかかりますが、後続が迫って16番ライングッドマンが並んでくる。200を切りました。2頭の間3番手が2番ヨリナエスポワール、4番手に交代14番アイランドピーク、あとは13番ゴンザーゴ、15番インヘリタンスエースが迫っていて3番手争いまで持ち込めるか。先頭粘る1番のベルウッドワン、ベルウッドワン粘り切ってゴール。2着16番ライングッドマン、3着争いは13番ゴンザーゴと。ダートコースに入ってきます。先頭4番エンリュミオン、リードを5馬身取りました。2番手単独11番ワールドスケールが上がって先頭を追う。3番手は現在ピンクダイヤで200を切って4番手は大きく離れています。先頭4番エンリュミオン5馬身リード、11番ワールドスケール懸命に追いますが、2番手3番手は10番ピンクダイヤ体勢決したエンリュミオン先頭で合理。4番エンリュミオン水沼元気騎手。カーブ直線コースへと向かってきます。16番フォークレアが依然先頭、コーナーワークでリードを2馬身半と広げました。2番手が8番テスラリアン、外12番ミッキーキャンドル、2頭の間ミラビリスマジックが追って200を切りました。5番手以下は少し離れて坂を登ってくる。16番フォークレアが先頭、2番手から9番ミラビリスマジックが並んで捉えそう。ミッキーキャンドルも追っている。ミラビリスマジック先頭に変わってゴールイン。2着争いになりました。16番フォークレア、10番ボーイハンター先頭、この間にリードを4馬身5馬身と広げました。2番手6番のアプラド懸命に追っていますが、前との差が広がる一方、3番手は9番サンセットブライト200を切って追い込む7番のキースバッハ、3番手2番手争いまで食い込んでくる。100を切りました。10番ボーイハンターはセーフティーリード、2番手争いは9番サンセットブライト、7番キースバッハ、キースバッハ2番手に上がってゴールイン。勝ったのは10番ボーイハンター圧勝でした。間には8番の厚くない師匠、4コーナーをカーブして直線コースへと入りました。さあ前の争いですが、先頭は8番の厚くない師匠が立ってこれから坂を駆け上ってくる。そしてその外からは追ってくる17番のベンサレム、さらにはその外からを突っ込んでくる10番のヤルダ・マオト。さあ先頭は8番の厚くない師匠に17番のベンサレム、2頭が並んでゴールイン。3番手はうち5番のイモータルバード残したか。ソニーは13
トが定着戦コースに入りました。リクズスティールはやや後退、変わってその力は3番のコブラ、さらにそのからは11番のジャクソンが差を詰めてくる。さあ前は14番のトーセンクライストが先頭、そして3つ目ヴィーナスコブラ、そしてそのからは11番のジャクソンが突っ込んでくる。さあ先頭はトーセンクライストかコブラか、この2頭の争いにジャクソンとルーラーリッチは3番で争い、前2頭並んでゴールイン。3番のコブラが打ち、外が14、その間から5番のポッドテオ、その馬群の外に上がってくる。8番のアトリウムシャベル直線コースに入りました。さあ前の争いですが、先頭6番のシックスフェンス、無事で東亜アイディス食い下がって200を通過。ポッドテオがストーカー差を詰めて坂を駆け上がる。さらにはその外から8番のアトリウムシャベル、先頭は6番のシックスフェンス、6番シックスフェンスゴールイン。2番手が5番のポッドテオ、3番手が8番のアトリウム、A 組4コーナーから直線へ。2頭の外に出して1番レブラパルマ、内にコースを取る3番モツマ族、4頭の外からナチュラルハイ、5頭が1段になって残り200を通過。先頭8番トップスティール、ナチュラルハイ外から、間からは1番のレブラパルマ、3頭の争いになった。コパのリッチマンが外からぐんぐん差を詰める、抜けたナチュラルハイ、2番手争い8番トップスティール、レブラパルマ3番手、ナチュラルハイゴールイン。2番のナチュラルハイ見事人気に、6番のオールパフェ、オールパルフェ直線コースに入りました。湘南ラグナが迫ってくる。さらにはその外からはバジオ、そしてバフンの狭いところには1番ザイライフバード、さらにそのかエリカピータが追ってきた。200を通過して、さあ先頭は8番の湘南ラグナが立った。そして7番のポスタボニータが突っ込んでくる。さらにオート13番ロングランが一気に捉えた。13番ロングランゴールイン。2番手7番ポスタボニータ、4番ウィルシプランにタガノチュールが並んでいる直線コースへ。さらにはマイメルニコラス、3個広がりました。そのチョムコに1番メイネソーロ、間を割ろうとしています。さらにそこから13番のロジマンボ、残り200を通過。モンタナアゲート、坂を踏み上がって先頭9番のマイメルニコラス、そこから13番ロジマンボ、そしてその内から3番モンタナアゲート、3番手前は2頭並んでゴールイン。9番マイメルニコラスが打ち、そこから13番ロジ、